摩天楼 S の皆さんです。インユニティには初出演となります。どんなステージをお送りしてくれるんでしょうか。それではまずはじめに左右のスクリーンをご覧ください。トビーマルです。30年ほど前の曲から今日はお送りします。これは松山千春さんの長い夜です。どうぞ。Thank you.
ました。会場からすごい声援が聞こえてましたけれども、応援団皆さん、ありがとうございます。同世代の方かしら。じゃあインタビューの方よろしくお願いいたします。いや、めちゃめちゃかっこよかったですけれども、今日のステージはいかがでしたか。初出演ですよね。気持ちよかったです。ありがとうございます。イエーイ、かっこいいですね。やっぱりこう、親父の皆さんがこうバンドをやるってめっちゃかっこいいなと思いますけれども、ね、これどういったきっかけで組まれたグループなんでしょうか。元々は中学の同級生 で中学3年生の時に文化祭に行きたいね、男子校だったので何とかして目立って可愛い子に使ってみねっていうので、中学3年生に同級生に行くのが始まったんです。へー、中学3年生の頃、何年前でいらっしゃるのかしら。去年は今年でどういうツッコミをしているかなんで話をしている方もどうせないのかななるほど。じゃあもう本当にもう昔ながらの付き合いということですよね。モテたくてバンドを始めたんだ。そうです。じゃあもうずっとそれからバンド活動されてる。一旦、まあ、大学進学とかいろいろあって、バラバラにはなったんですけども、二十何年会ってなくて、去年久しぶりにまた再会しました。去年再結成されたんですか。二十何年かを充電して充電期間があって、で昨年度再結成。いいですね。普段から付き合いはあったんですか、もともと。年に1回ぐらい顔合わせたりだとか、あとはまあそれぞれ違うバンドでバンド仲間と会ったりとかはしてました。はい、やっぱ昔からこうバンド仲間がこうずっと続いていくっていうのはめちゃくちゃいいですよね。青春時代そのものでしょ。はい、そうですね。ちょっと思い出せないんですけど、はい、こうバンドやっててよかったなって思うことって何かあります。大人になってもこういう場でいろいろワクワクして楽しい。はい、演奏してくださるミュージシャンもワクワクしますけれども、もちろんお客様も、聴いているお客様もワクワクしたんじゃないですか。皆さんいかがでした。いうバンド名ですけども変わってますよね。どういった意味合いでつけたんでしょうか。元々はその中学生の時に男子校に女子大生の教育実習の先生がいらっしゃいまして、で僕たち本当ね、文化祭でバンド出るんですけども、バンドネームつけてくださいお願いしたんです。そしたらその先生がスカイスクレーパー、マテンドって英語でスカイスクレーパーって言うんですけども、そうスカイスクレーパーをつけてくださったんですが、それを電話で聞いてたリーダーが、マテンドっていう日本語は覚えてるんだけど英語で何て言われたか覚えてないんだよって、その当時僕たち英語できませんでしたので、マテンド英語で調べる術もなく、じゃあマテンドでいいか、日本語でいこうか。なるほど。なんで S がついてるんですか。なんかこだわりがあるみたいですけども、そんな面白い話じゃないそう言われたら気になりますけれどもね、まあ、マテンド S で、S だけ英語、みんなお友達、マテンドスっていうような、お友達ですのス、いろいろとね、メンバーも増えたりとか、いろいろと楽しくセッションしていきましょうね的なことらしいですなるほど、らしいんですねじゃあこれからも、昨年再結成したばっかりということですので、もっともっと、はい、バンド活動に精を入れて仲良く、はい、音楽に奏でていっていただきたいと思います。ありがとうございます。それではマテンド S の皆さんでした。